はい、どうもこちら、あためです。今日はですね、先日発売されましたね、こちら VlogCAM の ZV-E1 っていうですね、ソニーの新型カメラとなっております。でこの ZV-E1 っていうカメラはこの VlogCAM シリーズの中では初めてですね、フルサイズのセンサーを積んだというところがポイント。なんでこれまでの VlogCAM シリーズの中で最もですね、この映像にこだわった撮影ができる、本格的なカメラなんですよね。で逆にですね、フルサイズのセンサーが搭載しているミラーレスカメラとしてもですね、非常にコンパクトで軽いっていうところの特徴です。こちら重量が約 483g となります。なんでめっちゃ軽いんですよね。実際こちら購入してですね、使ってみてやっぱりね、めちゃくちゃいいカメラだなっていうのはもうすごい感じてますというところ、かなり注目度の高いカメラになってますので、購入された方も多いと思いますし、これから買おうかなって迷ってる方もいると思います。でこの ZV-E1 はですね、やっぱりこのレンズ交換式のカメラになっていますので、気になるところとしては、どのレンズを使おうかっていうところだと思います。で実際うちのチャンネルですね、すごいたくさんのソニーのレンズレビューしていますし、かなり多くのですね、ソニーのレンズを購入して持っていますので、実際にですね、ZV-E1 にぴったり合う純正のソニーレンズってどんなものがあるのかっていうところですね、今回は紹介してみようと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということでまずね、こちらが今、レンズを装着してない状態ですね。でここから行こうと思うんですけども、まず基本的にこの VlogCAM ZV-E1 は、何を撮るのかっていうと、やっぱり Vlog で、自撮りをするっていうのが、メインのカメラなんじゃないかなと思います。もちろん旅行とか出張とかに持って行ってですね、風景撮ったりとか、いろんなシチュエーション撮れるんですけども、やっぱりメインで使うのはやっぱりこうね、バリアングルの液晶モニターをこう開いて自撮りをして喋っていくっていうスタイルで使うのがやっぱりね、想定されてるんじゃないかなと思います。でそれメインで考えた時のおすすめレンズということで今日は紹介します。はい、ということでまずね、これを持っとけばまず大丈夫でしょっていう1本目のレンズ、こちらです。はい、こちらがですね、以前レビューしたこともあるんですが、FE-PZ1635mmF4G っていうね、レンズになっています。これも当時ね、先行レビューをして、その後購入して持ってるというところで、これかなりですね、使用頻度の高いレンズになっています。まずこちらのレンズの特徴はですね、16mm スタートっていうところですね。なので、すごく広角に撮ることができます。なので実際にこれをですね、ZV-E1 に装着してね、自撮りをした時に、顔があんまりでっかくならずに上半身がしっかり映って、なおかつこの背景も広く映すことができるので、Vlog にはもってこいのね、レンズかなと思います。こちらがですね、 16mm35mm の F4G、 こちらを使ってます。でアクティブモードの手ブレ補正が入っていて、このぐらいの画角で撮影することができます。 ZV-E1 手持ちで持っております。十分広いですよね。こんな感じです。で、あとこの ZV-E1 はですね、いろんな機能があって、そのうちの一つにダイナミックアクティブモードっていう手ブレ補正のすごい強力なモードがあります。で、このモードを使うと結構クロップされるんですけども、この16mm からスタートしているこちらのレンズをね、装着すると、ダイナミックアクティブモードを使っていてもですね、このぐらいだったら使えるかなっていうぐらいの画角にとどまってくれます。実際ダイナミックアクティブモードで使った時の、自撮りした様子としてはこんな感じですね。でダイナミックアクティブモードを入れるとこんな感じ、ギリかなっていう感じですね。一応こんな感じで、16mm スタートだとダイナミックアクティブモードを使っていても、使うことはできるという感じになります。こちらの重量なんですけども、本体がですね、約 353g と、こちらすごい軽量なレンズになってます。でカメラ本体 ZV-E1 が 483g なので、この2つを、実際に装着した時の、総重量がですね、約 836g になるということで、1キロ余裕で切ってくるぐらいの、重量感になってくれます。というところで、比較的ね、軽量で使いやすいっていうところもポイントです。であとこちらはですね、やっぱりね、特徴的なのは、16mm だけじゃなくて、35mm までズームすることができるっていうところですね。なんで自撮りをしてももちろんいいし、ちょっとカメラから離して、若干画角を狭めて圧縮効果も得つつですね、撮影するなんていうこともできます。でさらにこれインナーズームのこれパワーズームになっているので、まずレンズはズームしてもこれ以上伸びませんというところ。さらにこの ZV-E1 との相性がめちゃくちゃいいのがですね、こちらのズームレバーがあるんですよね。でこれを使っていくことで、ちょっともう実際装着しますけども、はい、で装着しました。で電源を入れましたよ。はい、でこちらのズームレバーをですね、ぐーっと引っ張りながらズームをしたりとかですね、ズームの操作をね、行うことができます。でこの時にですね、このズームレバーを使って操作をすると、一定の速度でズームしていくことができるんですよ。
なのでぐっと一気にズームしたりとか、しなくゆっくりですねズームしていったりとか、まあ、逆に引いていったりとかね、することができますので、まあ、ちょっと映像の作例の一部として使ったりするときも非常に使いやすいというところです。で価格の方がソニーストアの公式価格で179,300円という価格になっています。まあ、とりあえず最初の1本としてもしこれを持っておけば、まあ、Vlog はもちろんね万能に使いやすいんじゃないかなと思います。まあ、自分もこれ外出するときはですねこれを持っていく可能性が非常に高いという感じです。はい、では続いてですね紹介していくのがこちらですね。はい、これはですね比較的、まあ、最近出たばっかりのですね新型のねレンズになってますね。こちらがですね FE20mm70mm の F4G っていうですね標準ズームレンズになってます。はい、先ほどのレンズが広角ズームレンズでこっちが標準ズームっていうところで、この自撮り Vlog だけではなくてこの商品の撮影だったりとか風景撮影だったりとかポートレートの撮影だったりとか幅広くですね使っていくことができるのがこちらのレンズになります。でこちらの特徴はですね広角端がですね 20mm となってます。これは今までの標準ズームのレンズとしてはちょっとね特殊なものになっていて、これまで標準ズームっていうとだいたいこの 24mm スタートか 28mm スタートっていうところになってました。でそうなってくるとこの ZV-E1 で自撮りをするにはちょっと画角が狭いんですよね。だけど今回のこちらは 20mm スタートになっているということで、これを装着して自撮りをしてもですね十分ですね広く映すことができるというところです。なのでこちらを装着して広角端で撮ってあげれば自撮り Vlog もいけるし、まあ、風景撮影、商品撮影、まあ、カフェの撮影とか、まあ、いろんなシチュエーションで使えるということですね。こちらに関してはですね、まあ、自分の場合外出するときも使いますし、まあ、それこそ今みたいにですね商品レビューするとき、まあ、こういうふうに映すときに使うことも非常に多いということで、まあ、使用頻度がかなり高いレンズになっています。まあ、今回はですねこのレンズを撮りたかったので別のレンズを使っています。でこちらのレンズの重量がですね約 488g となります。まあ、これも標準ズームっていうふうに考えると、まあ、十分軽いんですけども、まあ、先ほどのレンズと比べるとちょっとね重量は重くなります。でこちらも ZV-E1 に装着した時の重量ですね。ちょっと装着します。はい、装着するとこんな感じのね外観になりますけども、この時の重量がですね約 971g となります。はい、なので、まあ、ちょっと先ほどよりはちょっと重いですけども、まあ、十分これでもね1台で撮影するんだったら持っていけるかなっていうぐらいの重量感サイズ感になっていますということですね。なのでこの2本は、まあ、どっちを選んでもいいと思うんですけども、まあ、非常にこの ZV-E1 との相性もすごくいい、まあ、Vlog でも使いやすいレンズになっているということです。こちらがですね FE20mm70mm の F4G ですね。こちらを使って 20mm で撮ってます。アクティブモードの手ブレ補正を入れている状態でこんな感じになります。はい、まあこのぐらいだったらね自撮りでまあ十分使えるかなっていうところですね。ただダイナミックアクティブはちょっとね厳しいんじゃないかなと思います。次紹介していくレンズがこちらでございますということで、ちょっとねロゴが赤く光ってるのが見えると思います。はい、こちらはですねこれも広角レンズなんですけども FE14mmF1.8GM レンズとなります。はい、こちら G マスターのレンズになってますので、先ほどの G レンズよりもさらに、まあ、一段上のですね、まあ、ソニーの中では最上位グレードのね、レンズの一本ということになります。で、こちらの特徴はですね、14mm っていう、まあ、超広角であるっていうことですね。なので、これ自撮りをするときに一番広く映すことができます。まあ、要はアクションカメラみたいな感覚でですね、まあ、すっごい広い景色をですね、自分も含めて背景もすごく広く映すことができるレンズということになります。まあ、これまで紹介してきたレンズの中で一番画角が広いですね。一応これを ZV-1 に装着して自撮りをしてみたらこんな感じになります。はい、こちらがですね、FE14mmF1.8GM レンズ、こちらを使ってます。アクティブモードの手ブレ補正を入れていて、これだけ広く映すことができております。はい、こちらの場合、ダイナミックアクティブモードを入れても、これだけね、余裕がある撮影ができるので、Vlog にね、めちゃくちゃ使いやすいですよね。で、しかも背景のボケ感も F1.8 なので、しっかりと得られるということですね。結構暗い場所でも撮影ができます。これまでの中で最もですね、広く映ってるんじゃないかなと思います。まあ、全部ね、これ手持ちで ZV-1 持ってるだけでこれだけ広く映せます。でもちろんこちら 14mm っていうね、広い画角っていうところ以外にですね、GM レンズということで、こちら F 値が F1.8 になってます。
これまでのレンズは全部 F4 のレンズだったんですけども、明るいレンズになっているということで、背景のボケ感とかですね、そういったところも作りやすいレンズになっているっていうところが特徴です。ちょっとこちらのレンズの少し癖があるポイントとしては、このレンズのですね、中身ちょっとね丸くなっているのが見えると思います。こちら魚眼のレンズとなっているので、このまま通常のですね ND フィルターとかを上側に装着することができないので、まあ、装着するときはこっち側にですね特殊な ND フィルターを装着したりとかする必要があったりするので、ちょっとねその辺のハードルが若干高いのかなっていう気もします。もしくはこの上側にね装着できる専用のねフィルターとかもあったりするので、まあそういうものを導入する必要があるので、ちょっとねそのあたりのハードルは少し高いですね。とはいってもこれまで紹介してきた中で最も広くですねダイナミックにですね景色も含めて撮影することができるレンズということになるので、こちらも参考にしていただければと思います。ちなみにレンズキャップは上からねこう被せる形で装着していくっていうちょっと特殊なレンズになっております。はい、ということで、まあ、ソニー純正レンズのね、特におすすめなのがこの、3本になりますということですね。で、まあここからのソニー純正のレンズを使うメリットですね、いろんなレンズがあるんですけども、なんで純正がおすすめなのかっていうところをお伝えします。で、まずですねポイントなのが、このソニーの純正レンズを使うと、手ブレ補正のアクティブモードだったりとか、まあダイナミックアクティブモードとか、そういったモードを使うときにですね、最大限にその恩恵を生かすことができます。まあ手ブレ少なくですね、撮影することができるっていうところがまず一つのメリットになります。まあ他にもですね、ソニーの純正レンズだからこそ使えるこのブリージング補正機能とかね、なのでまあ純正にしかない機能をしっかり使えるっていうところですね。で、もちろんですね、オートフォーカスの精度だったりとか、瞳オートフォーカスの精度とかですね、そういうところもやっぱり純正レンズが非常にこれ高いと。いうことで、今使ってるのも純正レンズ、こっちのレンズも純正レンズ使ってますということで、今ね例えばこう商品こう前に出してきて、めちゃくちゃねバシッとあっという間にピント合いますよね。こっちに出してあげても、はい、どうですか、ピントこう迷っちゃうことはないと思います。こういうこの安定感、使いやすさっていうところもね、まあ、純正レンズのメリットだと思います。はい、でですね、ちょっとここから、ちょっと裏技的な話になるので、まあ、公式からちょっと言いにくいようなね、裏技的な話をちょっとお話しします。それが何なのかっていうと、まずですね、ソニーのこのミラーレスカメラにはですね、APS-C のカメラと、まあ、今回の ZV-E1 のようにフルサイズの、ミラーレスカメラがあります。で、レンズにも実はですね、APS-C 用のレンズとフルサイズ用のレンズがあります。で、どちらもですね、実はマウント径は E マウントということで共通になってます。なので APS-C 用とフルサイズ用で一応分かれてるけど、装着はどっちでもできるっていう状態です。そのレンズっていうのは、あのフルサイズのレンズと比べてすごい小型で軽量なんですよ。さらに小さいというところ。まあ、具体的にはね、こちらなんかがそうなんですけども、こちらなんかはですね、E11mmF1.8 っていうね、超コンパクトな、ね、レンズになってます。で、フルサイズのカメラにこれを装着するとどうなるかっていうところで、これ2パターンあります。解像度が高いカメラ、α7-4 だったりとか、α7R5 だったりとか、そういうカメラはですね、APS-C モードっていうモードがあるんですよ。要はスーパー 35mm っていうモードですね。これを使ってあげると、このレンズを、まあ、装着、して普通に使うことができます。ただそうではないカメラ、α7S3FX3、画素数がちょっと低めで、この高感度に強い、カメラですね。に関しては APS-C モード、スーパー 35mm がないと。いうことです。その場合これを使ったらどうなるのかっていうと、基本的にはこの四隅ですね、この辺りにですね黒い影みたいのができちゃいます。まあ、これがケラレって言われるものになります。なのでちょっと使うのは厳しいっていうね話になるんですけども、実はですねちょっと裏技があるんですよ。これサイズ的には ZV-E1 とすっごいぴったりですよね。ちょっと装着します。こちらのレンズは約 181g なので、 ZV-E1 と合計しても約 664g とめちゃめちゃ軽いです。超これは、軽量コンパクトで使いやすい、組み合わせになるんですけども、実はですねこの VLOCAM ZV-E1 のモード、ダイナミックアクティブモードを入れてあげるとですね、この組み合わせでですね四隅のケラレをですねカットすることができます。はい、要はですね、この四隅の部分が蹴られてしまう分をちょうどですね、カバーできるぐらいクロップされるんですよね。なので、ダイナミックアクティブモードのクロップされるっていう特性を、まあちょっと活用した形でこちらのレンズをね、使っていくことができます。なので実際にこちらでね、今この場所でこう自撮りをしてみたら、こんな感じになります。はい。どうですかね、普通にこう使えてますよね。まあ、この感じで一応超軽量コンパクトな装備で撮影することもできますということです。ただこれ、こちらがダイナミックアクティブモードではなくて通常のアクティブモードだと、
まあ、どうしてもねちょっとケラレとかが発生してしまうので、ちょっと使うシチュエーションというかね、モードの制限が入ってしまうところはデメリットになりますが、一応こういった使い方もあるよということで参考にしてみてください。はい、ということでまとめになります。今回ですね、ソニーの V6 カム ZV-E1 を、購入したらですね持っておきたいレンズということで、この3本ですねメインで紹介させていただきました。まあ、基本的に V6 カムなので、自撮りをした時にですね背景もしっかり撮りやすいね、レンズをまず最初に選んでいくと、まあ、使いやすいと思います。こういったレンズから始めていってですね、で必要になってきたら、まあ、さらに別のレンズですね、今使っているのはこっちのレンズがですね 35mm の F1.4GM とか、これすごいボケ感がしっかり、ね、得られるレンズとかもありますので、まあ、そういったところも必要に応じてですね追加していくといいんじゃないかなと思います。ということで ZV-E1 のレンズ選びの参考にしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。